リモージュ時期のポットリモージュ時期、リモージュ焼きは、フランスアキテーヌ地域圏のリモージュとその周辺で生産される時期の総称。1771年を期限の年として、現在まで生産を続けている。白色薄毛の素地に上薬を、その上に落ち着いた上絵を描いたものが特色とされる。素焼きに絵付けをして、 焼くのではなく、白い生地に絵付けしてからさらに焼き付けるという手法は、リモージュでは19世紀後半から行われている。中国からヨーロッパに時期がもたらされたのは16世紀頃で、ヨーロッパで自家生産できるようになるには18世紀初頭のドイツ、マイセンの開業まで待たなければならなかった。とはいえマイセンもこの香りを用いた時期の製法を、秘伝としたため、 ヨーロッパの他地域では依然として工事の作成は行えなかった。磁気製造を独占されたままでは経済的に不利であり、磁気の材料を探すということはフランス国内でも必須の状況となっていた。リモージュでは1736年に製陶所が設立されていたが、磁気製造には原料としての香りと技術が必要であった。香りナイト1768年。 サンティリエラ・ペルシュにおいて、ジャンバティスト・ダルネにより白い粘土が発見され、その妻はこれを石鹸として使用した。朝の手入れに良いとされた、この粘土は、ダルネにより紹介され、右与曲折を経て、ボルドーの薬剤師、マルクイコール・イレー・ビラリスの手に渡り、鑑定が行われた。その結果、この粘土が、実は、磁気製造に必要なカオリンであると確認された。カオリンの発見を受け、 リモージュで最初に工事機が作成されたのは18世紀後半の1771年であった。マシエとフルネラの二人によるもので、資本はグルレ兄弟によった。産業育成に力を入れていたリムーザンのトゥルゴ知事の後押しもあった。この政党所は1774年にはアルトワ伯爵の保護を受け、アルトワ伯爵政党所となった。 初期の作品はそれまでに作成していた何時期のモチーフを流用したものであったがレパートリーは豊富ではなく、そのゆえに経営は行き詰まっていき、1784年にはフランス政府に買収され、セーブルの一部門となり、このことからこの政党所はリモージュ王立政党所とも呼ばれた。セーブルから派遣された装飾師によりリモージュの装飾は多様性を持つようになった。 一方で、リモージュ全体としては18世紀の間は、原料の販売が主で、時期製造はまだ主力ではなかった。1788年、経営がうまくいかなかったため、またこの時期には、フランス革命の影響で贅沢品とみなされた時期の製造が禁止されたために今度は、フランス政府から売却された。この後、1840年までは、質はともかくとして、 世界的に見てメジャーにはなり得なかった。19世紀初頭、リモージュとオートイコールビエンヌ県には6つの政党所が存在していた。後年の批評によれば、この頃から質の良い時期が製造されていたと評価されている。18世紀のうちにサンティリエラ・ペルシュに製ニー伯爵によって設立された製ニー伯爵政党所を1789年に エティエンヌ・ベニョルが引き継ぎ、ベニョル政党所とした。この人物はそれまで、アルトワ伯爵政党所に在籍し、その技術を高く評価されていた技術者であった。1802年に、パリの芸術産業展示会に作品を出展しここでも、高評価を受けた。リモージュ時期の白さを発展させた人物としては、フランソワ・アリョーが挙げられる。この人物は1 7 8八年、 アルトは白爵製当初の経営を引き継ぎ1792年まで所長だった同盟人物の息子であり、鉱物学者でもあった。また、金属酸化物を用いた独特の絵付け手法により、茶色の新色も編み出した。他にも、この時期にはパリで仕事をしていた職人たちがリモージュに移住し、レリーフや人物像といった立体装飾、そして絵付けにも影響を与えた。 19世紀後半は、リモージュ時期の黄金時代と評される。1842年に、ニューヨークからダビド・アビランドがリモージュを訪れ、数年の滞在期間中に、いくつものサンプルをニューヨークの親族に送り、リモージュ時期をアメリカに紹介した。これが、後のアメリカへの膨大な輸出への呼び水となり、販路は大いに拡大することになる。 この人物は1862年に二人の息子と共にアビランド製党所も設立し、リモージュの国際的な評価アップにさらに貢献した。アビランド製党所を先駆けとして、この頃にヨーロッパに広まっていたジャポニズムもリモージュ時期に取り入れられた。1851年にロンドンにおいて開催された最初の国際万国博覧会にも多くのカが、 作品を出品し、好評を得た。なお、この頃から、多くの政党書が、製品に釜印をつけるようになったという。この博覧会で、プイヤ製刀書の出品した作品は、極めて美しく質の高い白の傑作と評された。この政党書は装飾の少ないシンプルな食器を製作し、リモージュ時期の白さに対する、人々の評価を固定化させることに成功した。 リモージュの製陶業界は、ロンドン万国博覧会に先立つ1850年、石炭焼き上げ技法を導入したが、プイヤ製陶賞もこの技法の代表格とされる。1878年に、パリ万国博覧会に出品された、グランドリーという作品には、エマイユの技法も取り入れられている。この時期には釉薬を使わない素焼きの作品も作られた。また、 地元の科学者の協力を得て使用可能な色の種類も増加した。絵付けの方法として素焼きに絵付けをして焼くのではなく白い生地に絵付けしてからさらに焼き付けるという技法はこの時期に開発された。アール・ヌーボーもこの19世紀後半にいち早く取り入れられ、シカゴ・バンコク博覧会に出品された作品はサミュエル・ビングにも高く評価された。 19世紀初頭には6件だった。正当書は1840年にはすでに30、あまりに、そして1926年の調査が行われた。頃には48件にまで増加していた。1845年には、オートイコールベイエンヌ県立博物館の建設が決定された。やがて館長に就任したアドリアン・デュブーシェンの寄贈により、コレクションが増加して狭マになったため1900年に、 建物は改築され、アドリアン・デュブーシェ国立博物館と改称された。前世紀からの技術に加え、新たな装飾技術も発生した。リモージュの特徴となる、はめ込み技術が普及したのは20世紀前半である。アールデコが流行するとこれもまた取り入れられた。この世紀には2度の世界大戦があり、ネガティブな影響も受けた。第1次世界大戦では、 ゲラン政党所、トレスマンボグ政党所は、大戦の影響で買収され、第二次世界大戦においては、原料や燃料、そして展覧会の中止などを要因として、1940年に5000人いた、洋業従事者が2000人まで減少し、また、生産量も60%減少した。とはいえ、1944年当時の報告書には、 注文にはこと書か,かなかったとも記されている。戦後の1947年の報告書には、アメリカ以外への輸出が急激に回復したという記述も見られる。復興期以降は、フランス国内のみならず、国外で活動しているアーティストの協力も受け入れ、新たなモチーフや、フォルームも開発された。AL フランスのファーストクラスで使用された、リモージュの食器をデザインしたレーモンロビア、 フランスで活動していたアーティストでは、ロジェ・タロン、マルク、エルドといったデザイナーが挙げられている。現在では、パリやセーブルよりも、リモージュこそが、フランス時期の中心地という意見や、パリのレストランでは、リモージュ時期の食器が多く使われているという評価もある。アビランド政党所の風景一口に、リモージュ時期といっても、単一の政党所がすべて賄っているわけではなく、 歴史説でも紹介したように、いくつもの製刀所が域内に存在したし存在する。中にはすでに閉鎖された製刀所もあるが、以下にその例を挙げる。使用される原料のうち以下の産地が例として挙げられる。リモージュは近隣に豊富な原料の産地があったため、それら入手は容易であった。デザインも似ていると言われる、スタッフ,フォードシャアのボーンチャイナ。 1815から20年調整は、摂氏1400から1450度で、上絵の焼き付けは、同950-1000度で行われ、製造方法は、イギリス、スタッフォードシャアの防音チャイナと、非常によく似ているとされる。磁器を焼くための高温をもたらす木材は、当初からこの地方には、豊富に存在していた。高温で焼くことにより、装飾は、 耐久性が高まる。初期に使われた花をモチーフとした装飾と微妙に黄色がかった素地を特徴とした作品が収集家にとって価値が高いとされる。ウィキメディアコモンズにはリモージュ実器に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。